渋谷節子7月8日代は、日本の文化人類学者、翻訳家。福知山公立大学地域経営学部教授。学位は PhD。第22代国際司法裁判所所長、小和田常の参女。皇后、政子の妹。出生名は、小和田節子。1966年7月8日、スイス連邦のジュネーブ市で、 当時在ソ連日本国大使館一等書記官、オ和ダツネの三女として生まれた。長子は、政子であり、節子の創生児として生まれた慈子,子が霊子である。生後しばらく同国ベルンの在スイス日本国大使館、大使皇帝で育てられた。1969年、父の久子が国際連合日本政府代表部に赴任したため、一家でアメリカ合衆国、ニューヨーク州に住んだ。 2歳から4歳までの2年間で、同州ニューヨーク市の2つの幼稚園に通った。田園町布ふ葉小学校、田園町布ふ葉中学校、高等学校を経て、1991年、東京大学文学部英語英米文学科を卒業し、本田技研工業に入社し、二輪本部北米部に配属されて、カナダに駐在した。 ホンダ技研工業に2年間勤めた後の1992年、異文化理解、文化摩擦、人種問題などに興味を持って、東京大学教養学部教養学科に、学士入学し、文化人類学を学んだ。卒業後は、ハーバード大学大学院社会、人類学専攻博士課程に入学して、ベトナム農村の家族と、社会変容を研究し、人類学博士号を取得。 ジュネーブ現代アジア研究所客員研究員を経て、東京大学非常勤講師、国際キリスト教大学非常勤講師、早稲田大学非常勤講師を歴任した。その間、1997年に翻訳家として、初の著書を出版した。2013年4月、星佐大学共生科学部教授に就任した。2019年1月29日、 福知山公立大学地域経営学部教授に就任。1999年、ハーバード大学大学院在学中に出会った同大学院生の日本人医師、渋谷健二と結婚した。2017年に離婚した。離婚後も教員を務める大学の公式サイト、著書において渋谷節子の氏名を用いている。他は、ありがとうございます。